ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日紹介するパンは、おしゃれカフェにはね、必ずと言っていいほどあるベーグル。こちらをですね、紹介していきたいと思います。ベーグルっていうのはとても奥が深くてですね、一文字でベーグルと記入されていることがほとんどなんですけど、セミハードのベーグル、そしてソフトタイプのベーグル、そしてハードタイプのベーグル、基本的なタイプ別でもこの3つがあるんですね。そして作り方も茹でずに蒸すパターンとかもあるから、めちゃくちゃたくさんあるんですよ。そんな中で本日紹介するのはセミハードタイプのベーグルになります。ですので、こう香ばしくパリッと仕上がった表面、クラスですね。そして内部はしっかりとこうもっちり感があるですね、食べ応えのあるベーグルになっております。ですが重たくなりすぎないようにね、私なりにレシピを調整しておりますので、ぜひ皆さんもですね、トライして、そしてね、作っていただきたいと思います。まずは工程の動画をご覧いただき、その後にですね、レシピと工程の確認プラス食レポございますので、ぜひこちらもですね、見ていただけますと嬉しいです。では早速ですね、製パンの工程動画からご覧ください。どうぞ。では本日もですね、皆さんと一緒にパンを作っていきたいと思います。まずボウルの中にリスドル、きび砂糖、塩、インスタントドライイースト、こちらを入れていただき、さっとかき混ぜます。そしてその中に水とモルト水、こちらを入れていただき、こねるのではなく切るイメージでね、混ぜていただけますと馴染みが非常に早いです。そうするとやはり労力もね、軽減できますので、こねるよりも切るですよ。ここ大切ですので、皆さん覚えておいてください。こちらが生地を休ませた後の状態になっております。やはりですね、生地を休ませると生地っていうのは緩みます。ですが本日のレシピはですね、こねないレシピになっておりますので、生地のつながりっていうのはないんですね。ですのでパンチを行うことによって、その生地をつなげていきます。ですのでこの作業もとても大切な工程の一つになります。そしてパンチが終わったら、しっかりとラップ蓋をしていただいて、生地が乾燥しないように注意してください。これが終わりましたら冷蔵庫に入れて、約12時間から18時間の発酵に移ります。この発酵の時間でですね、生地っていうのはできていきますし、熟成も進みますので、旨味がですね、しっかりとこう濃縮されたですね、美味しい生地に仕上がります。ではですね、早速分割を行っていきたいと思います。分割の注意点なんですけれども、なるべくですね、少ない回数でカットする、これが大切です。ですので5等分であれば、大体ですね、自分の中で5等分の間隔を持って分割する。こうするとカットの回数っていうのはやはり少なくなるし、その分ですね、生地を傷めずに済みます。そして分割が終わった生地は仮丸めを行います。この仮丸めはナマコ型にいたしますので、まずは 80% 程度までね、生地を丸めていただき、完全にね、丸めて締め切ってしまうと生地がですね、伸びません。ですので少しですね、力のこう緩みがある程度の 80% ぐらいまで丸めてもらう。そして丸め終えた生地を手のひらで転がすことによってナマコ型にしていきます。この時にナマコ型に伸びないのであれば丸めすぎっていうことなんですね。そこはですね、経験、そしてですね、何回もやっていくと分かるところにはなりますので、数をこなしてどんどん上達していってもらえれば嬉しいなと思います。では本日も成形の時間がやってきました。皆さんもですね、しっかりと動画で確認して、この成形ついてきていただければと思います。そしてやはりこのリンク成形なんですけど、正直ね、難しいです。ですのでいろんな角度からね、写しておりますので、皆さんもですね、しっかり確認して、この時にこういった手の角度になってるとか、ここは上から見たら意外にこう軽く叩いてるだけだったけど、実はですね、こうガスを抜きながら叩いてるとか、そういうね、小さいところにもね、しっかりこう注意して見ていただけますと、よりですね、上達のスピードも速くなると思います。ですので成形とかね、先ほどのまあ分割とか仮丸めとか、本当にね、数をこなしたら確実に成果は出てきます。ですので皆さんめげずにね、ガンガン成形していきましょう。このリング成形のポイントは、初めのこの長方形にね、しっかりと形を整えるっていうところから始まります。
そして上下からですね折り込んでいただき、最後上からくるんとですね持ってきて閉じてあげる。その後生地を伸ばしてあげて、片方のこうしっかり閉じきってないところにですね先端を入れていただき、そこを閉じていただく。そういった手順でですね作業を進めていただけますと良いと思います。やはりですね初めのこの生地を整えるっていうところが本当に難しいところにはなります。ですので手で軽くこう伸ばすっていうのが難しいのであれば、綿棒を使っていただいて問題はありません。そしてこの折り込む時にですね、横から見たらお分かりだとは思うんですけれども、ただ畳んでいるのではなくて、少しこう生地を引っ張りながら、そしてこのサイドの残り1センチぐらいは閉じきらない。ここをなぜ閉じきらないかと申しますと、先端をね入れ込むためなんですね。でここを閉じてしまうと、先端を入れ込む時に生地をわざわざね引っ張って剥がして、それによってね生地が傷んでしまいます。それはよくありませんので、そこだけ開けておいて、そして閉じる。これがですね非常に大切なポイントになっております。確かに難易度は高いんですけれども、このね成形ができるようになりますと、これ以外のねパンもたくさん作れますし、いろんなねこう形のバリエーションも広がるんですよね。今日はリング状にしようとか、リングに成形して例えばハサミでちょっと切り込みを入れてみようとか、そういったね楽しみ方もできます。ですので難しいとは思うんですけれども、ぜひぜひねトライしていただきたいと思います。そしてこの成形が終わりましたら、最終発酵を取っていただいて、お湯でね茹でて、そして焼いていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりねベーグル可愛いですよね。そりゃカフェにあるだろうって思いますよね。ではまずはレシピの解説を行います。レシピは非常にシンプル、そしてね素朴な配合になっておりますので、小麦の旨味っていうのをね味わえる、そして香ばしさももちろん味わえます。ですが 5% のきび砂糖を入れることによって、少しですね生地に甘みを持たせてます。ですので誰しもこう食べやすい味にしております。そして次にですね工程の確認をしていきます。工程はこねずに低温長時間発酵、この方法で作っていきますので、非常に楽な作り方になります。そして本日のベーグルは茹でるタイプですので、釜前ですね焼く直前に茹でて焼くことによって、あの独特のねもっちり感っていうのを出すんですね。そしてこの工程のね最大の難しさっていうのはやはり成形です。で成形に関してはもうこれはね数をこなす、それ以外何もねないです、上達するには。ですので皆さんもこのリング成形をねガンガン練習してねベーグルを焼いてくださいね。ではいただきたいと思います。いただきます。いやー、やっぱりベーグル美味しいですよね。このまま食べてもね美味しいし、なんかねこうディップしても美味しいし、サンドにしても美味しいし、もういろいろなねアレンジができる、そういったところでもね非常に有能なねパンだと思います。やっぱり本日の小麦粉が純強力粉、こちらを使っておりますので、しっかりとですねこう噛み応えのあるベーグルに仕上がっております。噛むたびにですね本当にこうお米を噛むかのごとく、こう甘みがね口の中に広がるんですね。優しい甘みですよ。いやー、皆さん作ってくださいね。というわけで本日もご視聴くださりありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとベルマークのねボンをお願いいたします。ボンしてもらいますと通知が届くようになります。私のね動画がアップされたら皆様のもとにスッと連絡がいきますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。ではまたお会いできますことを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいね。じゃあね。
バイバイ。